最近は行けてないですね。最近もう水が相当冷たくなってると思いますけど、本当だったらそうですね、行きたいですね。什么是发现冲浪的乐趣的？是多少年前？自分は多分25、6の時だと思いますけどね。先輩に友達に一緒に連れてってもらって、初めて経験して、なかなかできないっていうその感覚になかなかできないっていうのが、在浪里是什么感觉？一个人在海里面，是什么样的感觉这么吸引你？なんだろうな、あんな単純なスポーツ作業はないと思うんですけど、自力で沖まで行って波に乗ってまたその繰り返しなんですけど、あの同じシチュエーションっていうのがまずないっていうのも魅力の一つですし、海の中にいると人としての価値が平等になるというか、その感覚はすごく好きですね。还有什么事情会让你有那种冲浪式的那种兴奋呢？サーフィンと同じような興奮はね、なかなかないかな。木村先生，要不要喝杯茶？お茶？其实我最想跟你喝杯酒。じゃあ、お酒は普段は何を飲まれるんですか？Wine、champagne、还这个 sake 都可以，秘鲁都可以。你想喝什么？まあでも今はお茶の方がいいかもしれないですね。那你自己喜欢喝什么酒？僕もワインかな。ワインとか、ほんのちょっとビールとか。はい。你喝醉了什么呀？酔っ払う時はでも楽しいお酒だと思いますよ。僕はそういうなんか仕事の話はそんなにしないですね。お酒飲んで。我说的我好想现在把您灌醉啊。我们不做这个访问了。我们好好喝一杯酒。就そういう機会があったらぜひお願いします。可以啊。好。是您需要稍微休息一下是吧？您看。OK。嗨。最开始见他的时候，你说你紧张，但其实能看出来，尝试去打开或者让他放松。当时你是，其实你知道很多时候紧张，它是由于整体气氛造成，不是两个人之间的问题。后面很大的团队在运转，然后每个人都希望你给你提出某种指令。其实可能可以更自由的进入的，但是因为这么多人在参与到整个项目之中，就每个人多少都会被这样的一个气氛所影响。但我觉得他已经很尽量打开了。你喜欢哪棵树？こうやってしっかり整えられたものはやっぱり素晴らしいなと思いますし。ここに来るまでにどれぐらいの時間が経ってるのかっていうのがもう想像すると、这个有500多年了。525年。它有的时候江户城都没有呢。そうですね。すごいな。你觉得这里面哪棵树跟你比较感觉比较像啊？イメージに合う。イメージに合う盆栽。いや、まだまだ。我觉得你像这一棵。いや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 。你像这一棵。いや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 。もう僕を盆栽にしたらまだこんな根が深く入ってないですよ。もっとひょろっとした盆栽ですよ。你可以去做那个鲤鱼锦鲤是吧？錦鯉。まあでもっていうのはちょっと面白みがあるので。
まあ単色の錦鯉よりかは複数色が入った錦鯉だったらいいなとは思いますけどね、うんうん、哎，把那书给我吧，放那儿。对对。この本いらないでしょ。我喜欢这一张。这张比较调皮。这是多大的？这是哪一年？这是哪一年？记得吗？いつだろう。いやでもその本自体が相当前ですからね。嗯。我觉得你日记写得很好啊，非常有意思。ありがとうございます。やってますか？そういうこと。不写日记，我特别崇拜写日记的人。你知道我最喜欢的一个日本作家叫永井和风，他的一辈子一直在写日记。整个日本社会发生什么变化，包括他自己的所有的内心的隐秘的冲动啊，各种。你会比如写日记的时候，写着写着突然发现。啊，原来我自己的内心深处跟我表面上看起来是很不一样的，发现一个非常不一样的自己。いや、違うっていうことはそんなにないと思うし、嗯、表に出してる、嗯、今こう話してる自分とにもしつける、嗯、つけたとしての自分はそんなに変わらないんじゃないかなと思いますけどね。嗯嗯，你看，我看日记里写你小时候最想做 Tom Sawyer 是吧？所以非常淘气的小孩子、嗯、到处乱跑。嗯嗯嗯。いやもう、あ、小さい頃は本当にそのものでしたね。嗯嗯。那现在还是吗？いや、あの、そういう自分と同じ種類の人間が集まるときっとそうなると思います。嗯、包括您说你始终是这样子，写日记也并没有那一个自我。那比如说您在演最近马上要出的电影《假面饭店》嗯、你觉得你在演这个电影的时候是什么感觉？いや、まあ、あれは非常に特別なシチュエーションですし、うん、東野圭吾さんも独特なシチュエーションを考えついたなっていうふうに思いますけど、まあでも、うん、サービス業に至ってはやっぱりその二面性というか、うん、お客様に対する一面とそのご本人の一面っていうのはあると思いますね、やっぱり。うん。うん。你会有这样的假面的时候吗？僕はないです。うん。そういう二面性はそんなに。那会不会觉得有很多不同面具的人生会更有意思？会羡慕这些人吗？いや、その羨ましいというか、まあその人たち。の方がきっと大変だと思うし、僕はその役で何かをそのキャラクターをやる演じるっていうことはあるかもしれないですけど、それはもう本番の時だけなので、で確実に持たないといけない皆さんなので、多分僕なんかより皆さんの方が全然大変だと思います。包括这个三十年您可以始终可以保持这么好的一个表现，就我们都很难理解他这个你的动力在哪里呢？いや、やっぱりね、それは僕の中から湧き出るものではなくて、現場に行った際に、要はプロしかいないんですよ、現場に。だからそこに自分が行くと、もう何も言わずとも、包括您这么小的时候，十几岁就进入这个行业了，然后一直是处在比如说镜头面前、舞台上，周围又总是有很多工作人员。嗯，你会有时候觉得生活失去了真实感吗？生活のリアルはしっかりとあるし、その見せるっていうことってやっぱり準備が必要じゃないですか。人に見せるっていう。それがエンターテインメントだと思うんですけど、私生活に関しては見せる必要がないので、本当に生活に必要な会話をしたり、睡眠をとったり、休日を過ごしたりっていうのは全然全然普通にありますよ。
比如说您唱歌、演戏，然后对于大部分人来讲，木村先生是一个偶像，是一个 idol， 这样的一个评价对你来说，你是觉得无所谓吗？还是说有点遗憾？你更希望成为一个非常专业的演员，或者非常专业的歌手？まあでもその思ってらっしゃる皆さんの感情っていうのは、その人の感情だと思うので、それに対して自分が立てついたり否定したりっていうことは、その人が思ってることをねじ曲げる自分に必要性はないと思うし。那您在内心最希望自己是什么呢？对，对自己最大的期待是什么？いや一番はないですよ。その時自分が何ができるかだと、もうそれしかないですね。やることが多少変わってきますけど、そんなになんか分けて考えたことないですね。でも好き嫌いで多分僕はやってないと思うので、哇。你真的是可以把自己的喜欢不喜欢这种个人感，就是个人的这种感受，就压下去，压抑下去，然后变成一个更职业的表现吗？別に押し殺す必要はないと思うんですけど、好き嫌いでやってはいないですね。在世界范围里面，包括在不同历史时期，有没有哪个演员对您来说？是特别大的一个这个榜样，你觉得我需要演得像他那么好，有这样的人存在吗？どなたかいらっしゃいますか？我有啊，我因为我是平时是个作家嘛，我有非常崇拜的作家。なるほど。僕は誰だろう。我现在最崇特别崇拜特别喜欢的一个人，就是一个日本作家永井荷风嘛。他是一个自由自在的灵魂，他可以不管当时日本社会怎么看他，他就只做他自己。我特别崇拜这样的人。でも僕の中ではそうですね。誰だろう。著名な方というよりかは割と身の回りにいる先輩方かな。そういう人たち本当にこういくつになっても色気がある先輩がいるし、なんか著名な方というよりかは身の回りにいる方ですね僕は。所以您是一个非常生活在此刻的一个人，可以立刻そうです。正解です。まさに。在什么地方？冲浪有那种兴奋，有那种恐惧。高尔夫是什么？そうですね。本当に若い頃は、ゴルフと麻雀はもう本当に絶対にやるもんかっていうふうに、自分のその仲良くしてくださっている人が先輩なんですけど、これ麻雀とゴルフだったら絶対にお前に負けないっていうふうに一言をいただいて。そこで急に火がつきましたね。何事も練習だと思いますよ。経験しないとなかなかできないですよ、経験を積み重ねる。演戏的准备的时候练习是非常多的吗？まあその内容
そのキャラクターがどんなキャラクターなのかっていうところで、うん、まあそれがドクターだったり、うん、レーサーだったり、うん、その人ならではの特別ななんかテクニックが必要な場合は練習はするかな。你说理发师、这个开飞行员、所有这些职业里面哪个最难练习对你来说？ピアニストがあったんですけど、全然実は本当は弾けないです。那开飞机开得好吗？いや無理でしょ。いや無理でしょ。嗯，那比如导演要找您来演这个戏。比如现在我想拍部电影来找木村先生来演这个角色、嗯、我怎么说服你是最容易打动你的。いや多分その作品を作るそのまんま多分ダイレクトに自分のところに話は流れてくると思う、うん、思いますよ。でそれをどうするかっていうジャッジをすると思うんですけど、うん、心を動かされるとかそういったなんか、うん。うんまあもちろんパッションは必要なのかもしれないけど、うん、そこまでなんか、うん、計算ではやらないですね。うん、包括你会自己感觉到啊，这个我演的太好了，或这个我演的不那么好，你自我的评价清晰吗？或者重要吗？对你来说？そこはないです。そこは、うん、ない。その監督の、うん、OK。に向かってもう突き進んでいくので、嗯、那如果这样的话，不会有觉得不会觉得自己其实是被自己的周围的环境，可能是自己公司的人、周围的人，或者是合作的导演推着走吗？而不是自己找自己的节奏，因为他们的评价是最重要的，他们的判断是最重要的。でも自分の好き嫌いはそのキャラクターに何にも関係ないので。その話が自分のなんか 100% 愛せる話じゃない時もあったっていうことなんですけど、だって家族全員こう集まってるシーンで誰も笑ってないとか、そんな話嫌でしょ。でもそういう話やったんですよ。華麗なる一族っていう話だったんですけど、でもあれは独特な時代の日本のこう中であったそのドラマだったので、うん、理解很多这样的不同的角色，对你自己的人生会有很直接的改变吗？そこまではないかな。内閣総理大臣を演じたとしても。なんかこうそこまで政治に対して関心を持つっていうこともそんな極端な変化もないし、嗯，我特别喜欢你演的这个内阁总理大臣《Change》，里面有一段 speech。你觉得，比如说你在背那段 speech 的时候，内心是一种洋溢着想改变日本那种冲动吗？その役を通じて何かを伝えたいなっていうのはもちろんその。どの作品を作る時も、うん、まあでもあのお話をやった時っていうのは、うん、確かにその、うん、投票率が低い現在っていうものがちょっとでも変われたらいいよねっていうモチベーションはあったと思います。うん、包括你已经演过各种各样的职业和角色了，有没有期待过一个特别的角色，自己特别想演？役をやりたい、こんな役をやりたい。ああでもそれはあの僕が本当にあげるものではないと思うし、うん、うん、それはもうなんだろうな、レストランのメニューみたいに選べるものではないと思う。うん、うん、那比如您喜欢的这个《One Piece》里面的主人公。包括你演的这个《Change》里面的这个总理大臣，他们都是那种个人很强的这种，我想实现什么，然后带领大家去实现某种改变。您不想成为这样的角色吗？是更主动的代表方向？いやでも演
じたキャラクターはキャラクターで、うん、自分は自分なので、うん、もう今何でも、うん、その個人個人一人一人思ったことを全て表現できる世の中になってるじゃないですか、うん、飛び交ってることは認知してますし、自分から与えるっていうよりかはもうそこのキャッチボールだと、うん、それができる方が僕はいいと思うので、うんうん、そこはそういう欲求はないですね、うんうん、包括您对整个日本社会对年轻人有这么大的一个影响力，如果你拍你做一个飞行员，日本的航空业就受到很大的鼓舞，如果您吃什么面包，这个面包就是很受欢迎，用什么口红，口红就卖的很多，嗯，您会意识到这种这是一个特别大的一个 power 吗？是一个特别大的力量，能把这种力量能转化成改变日本的这种力量吗？您会这么想吗？或者会恐惧这种力量吗？也也也，嗯，うん、怖いと思うことはないですけど、発言したことだったりとか自分が表現したことに対して、うん、そんな恐怖には思ってないですね、うん、むしろ楽しんでるというか、うんうん、或者说因为你的態度也好、你的選擇也好、有很多的追随者、你会使你的表达变得很相对更谨慎吗？更符合大家的这种期待。まあ、コメントの内容に関しては、うん、でもそうですね、リップサービスをそこまでできないことを言うっていうのは、うん、僕は良くないと思うので、うん、まあ、言ったならばそれを実現させた方が、うんうん、じゃあ唯一気をつけてるかもしれないのは、うん、そのできないことは言わない有、うん、有没有自己说过的没有实现的自己特别懊恼的悩んだり、いやいや、できないことはそんなに言ってないと思うので、うん。我觉得他是个挺可爱的，有点无奈的一个男孩子。像他这样的人是活在一个很奇怪的世界里的。一方面，他被如此庞大的抽象的人群所喜爱，但是他又这种抽象的爱又意味着很大的责任。你要严格控制自己的行为、自己的举止，所谓的自我、所谓的更个人化的东西会被挤在一个角落里面去。他其实高度完美的扮演了一个偶像的角色，这是很罕见的一种能力的。1987年。14岁的木村拓哉加入杰尼斯事务所，与其他四人组成风靡日本30年的组合 SMAP。1994年，木村出演日剧《爱情白皮书》，大受好评，此后更获奖无数，创下诸多收视纪录。自1983年起，日本平均收视率前5名的日剧中，有4部由木村拓哉担任主演。从来没想过去好莱坞发展吗？或者在欧美拍片唱歌？啊，ないなにしたいっていう、本当に出会いでやっていきたいので、ないなにしたいっていうのは、僕本人が思うことではなく、僕の周りのスタッフが思ってることなんじゃないですか。それはきっと。うん、僕の中ではその、うん、俺はこうなりたいっていうのがそんなないですからね。うん、真的没有一个特别的冲动，我就特别想干这件事情，不管多少人反对，我的 staff 都反对我，我还要干这件事情，没有这种情况吗？その反対意見がもしあったとしたならば、うん、その反対意見っていうのは、うん、きっとその人たちのその利益とか。うんを考えた上でだけでの反対ではないと思うんですよ、うん、きっと自分のことを本当に考えてくれた上での反対なので、うんうん、そこは一回自分の中でも、うん、捉えるとは思いますけどね、うん、经历过最痛苦难熬的时候是什么时候、うん、あの事実が違う状態で皆さんに伝わった時かな、うん、でもそれをいや違うんだよ、うん、違うんだよ違うんだよって言ってもしょうがないっていう時はありましたね一時期ね、うんうん、うーんでもまあそれは
前にあったことなので今は特に引きずってないです。你这么多年都是一个这么受欢迎的青春偶像，但有一天年龄增长，你害怕这种衰老吗？いや、それはないですね。その、どうあるべきかっていうのは、自分で決めればいいと思うし、で、そこでもまたさっきのその尊敬する人いますかっていう方に入ってくるんですけど、本当に80代になっても自分から見て、あ、かっこいいなって思える、非常に自分にとっても希望だし、あ、自分もそうなれたらないいなっていうのはあります。でもその年を取るっていう、年を重ねていくっていうことに関しては、恐怖っていうふうには考えたことないです。因为很年轻的时候你就演了很多关于爱情的这些电视剧，现在你对爱情是怎么理解的？爱に対してどんな理解？自分が一ではなくて相手が一になるのが愛じゃないですか。恋の時は多分自分がまだ1だと思うんですよ。で、愛になったら多分それが変わるんじゃないかな。如果年轻一代问你，问木村先生，爱情是什么？您就会这么告诉他们是吗？你觉得他们能听吗？いや、受け入れないと思うよ。僕の考えだし。その若い皆さんにその彼らの恋愛観に僕が枠を作るのはおかしいし、彼らの恋愛観は彼らの恋愛観として確固たるものがあると思うから、ノータッチでいいと思う。您说到爱情的时候，我这个耳机这个电就没了，我就听不到你说的爱情了。所以你的爱情是个秘密，不让我听到。休息一下是吗？好，好，好，好 ，OK， 那就换一下吧。ありがとう。急にワインが現れたけど大丈夫なんだよね。編集上もね。大丈夫です。大丈夫ね。はい。OK。おいしい。